ミさんは美しい。なんかもう眩しい。コミさん。僕は知っている。コミさんがコミショウであることを知っている。そしてそんな彼女がどれだけ人と喋りたいか知っている。只野くんは高校生活の目標をコミさんの友達100人作りに決めた。あいつならコミさんとも仲良くなれるはずだ。どうしたんだい急に只野くん。ていうかこの学校の生徒全員僕の幼馴染だから。嫌だ、コミさんが美しすぎてトリップしちゃってた。いけないいけない。あかりです。さあ早く我と血の契約を。只野くんは気づいていない。この学校で古見さんが友達を作るのがどれほど難しいかを。古見さんはコミュ障です。2021年10月放送開始。雨が降った、花が散った、ただ染まった。